始まった。イエーイ。イエーイイエーイ。今週の。え。Are you ready? 何この自由さ。イエーイ。今日は前回言ったんですけど、今日幹部陣集合放送ということで始まりました。イエーイ。ちょっと今日みんな元気ないかな。原始人ロエのジャケットですか。だってロアロアのジャケットだって。茶飲み飲んで君の趣味に乾杯。伊藤園伊藤園でお送りいたします。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。じゃあまあ今日もコウもリーダーだからコウもいてもよかったんですか。そうですね。ダメだダメか。コウは来週出るから、今日はもう幹部っていうお店のルールを あんま出しすぎるとねネタがなくなるからね。そうなんだ。そこはまずあ違う、来週ハワイだ。あ来週そうなんだ。あそうだ、今の知るとこ来週大ちゃんぶつけ本番にある。はい、来週ちょっとうちのベリー、ハワイ旅行なんで、来週はお休みなんですけども、うちのボーイのダイちゃんっていう、そうなんです、人が一人で1時間やってもらうので、今日本当は来るはずだったんですね。面白そう。おはようございます。お願いします。あ来週休みなんです。はい、来週は僕たちは出ないんですけど、ボーイが出ます。僕たちは出ません、ね、それだけは伝えておきます。ウェイターもたぶんバックレアしません。たぶん放送面白いと思うんでちょっと見てください。見てみたいですね。じゃあちょっと乾杯しますか。とりあえずまずは乾杯。乾杯。最高は君の瞳に乾杯。すげえ探偵。じゃあまず自己紹介しますか。自己紹介自己紹介すんの。いやまあ初めて毎回やんの。いや、まあ、初めて見る人もいるかもしれない。ああ、そういうことね。そうか、初めて見る人もいる。なんならそこに、なんなら俺ゲストだったらしいから、スペシャルゲスト言われておくと。君は初めてか。君のお金に乾杯で。じゃあ、一緒に見る方がね。え、まあ、今日は、あれ、目標いくつ。え、来場者数。今日は、気になるとこっすね、ここは。その時によって、6000くらいいく。いかないね。キリのいいあれでしょ。3800くらいだったら4000いこうとか。ルカさんのチャート出ます。ルカは、ちょっと待ってください。お願いします。ちょっと僕病み上がりでテンションをだだ低いんですけど、ちょっと今日は本当に鼻水止まんねん。みんなおのおのちょっと二日酔いやら酔っ払いやらでなんかちょっとテンションいろいろありますけどね。まあそんなのね、ぶっ飛ばして、そうぶっ飛ばして自己紹介しましょう。僕、じゃあ、久しぶりの登場、横浜ゼロ代表代行の天海良二です。違うね、はい、そのくだりは置いといて。僕、デリシャス第一です。デリシャス第一よっよっよっ。イエイイエイ。なんかやる気ねえなー。ダメなのこれ。デリシャス次で気合入れていこう。頼む、気合入れていこう。はぁ、気合入れてこうぜ。うわぁ、はぁ、うわぁ、めっちゃコメント来てるから、ありがとうございます、コメント。はい、どうも。テンション上げてからなんかやったわ。下がっちゃった。今上げてたのか。1に1条、2にレディー、3足がなくて、5にお前。どうも、1条龍河です。あ、だ3子じゃないからね。幹部会のテンション3子じゃないけど5にお前だから3子じゃないよ。3子じゃないから。そう、どうも、この番組で原始人と呼ばれてます。よ一色恋愛です。イエーイイエーイイエーイ。俺式に染めてあげる。
やっぱ毎回思うんですけど、やっぱ連夜さんのコメントの人気率半端ないですよね。いや、とんでもないですね。原始人やっぱね、コメントそうなんだ。よろしく。タクロって誰、タクロって誰、タクロぶっ込むぞ。早い、もうほらぶち切れいくぜ。ていうかタクロって呼ばれてんの。いや、呼ばれてる。あ、どうも、あのちょっと最近結構出てる、あのゲリピーこと篠野美久です。ゲリピーことって今日もちょっと原始人とゲリピー頑張ります。イエイ、ひどいね。イエイ。まあ、ってな感じで、あ、まあ、あとこの後、ちゃんと、はいはい、うちの代表も来るんで、ちゃんと代表も来るんでね。まあ、とりあえず企画考えてないんだけど、大丈夫かな。じゃあ、いつもなんか構ってくんないっていうコメントとかさ、多いから、そう、今日は、そうだね、やっぱり拾おう。全部拾ってきますか。全部拾おう、来たことです、ゲロ。全部ゲロじゃない、ゲリ、うん、じゃあ、お互い自分に対してのコメントだけ言おうか。ミクはミクに対してのコメントで返して、あの風のボーカル似てる、ああよく言われてる、うん、あ、ミク君はよく言われてる、だからミクなんだよ。ちょっとたまたまこの名前がね、かぶっちゃった的な感じなんで。なるほど。そうなるわ。ちょっと何やりますか。普通に別に、じゃあとりあえず今日のパンツ見せる。早えな。俺いつも見せる。はーい、はい。あ、でも俺あれだ、あの前いつだか、あの、見せたことあるパンツだ。まあ、同じパンツか。愛してるよ。俺も、俺、ディズニーパンツ多いんよね。愛に来いよ。今日ちょっとなんか、もしかしたら、いつもそうなんですけど、あの、幹部集合の時ってちょっとぐだりますか。ぐだってますね。やっぱり、コウ君がいないんで、ね。あとね、土曜になってから、土曜幹部会だからね。はい、来週の夜、僕ら。来週もね。出勤早い。朝早いからね、ちょっと眠いかもしれない。でも今日も頑張ってやっていくもん。頑張ろう。いやいやいや。何このテンションの低さ。頑張るぞ。ちなみに今日は MC じゃないよ俺。MC ミクラ。よ、MC。MC じゃないけど。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はいはい。あなたの芸人降臨ラブ。どういうこと。幹部補佐は幹部補佐です。補佐、補佐します。幹部の補佐、補佐ってます。だから、補佐ってます。幹部補佐って何なんだろう。確かに、確かに幹部補佐するんだよ。サポートってことじゃん。サポート、いや、うちの一条くんはちゃんとさ、なんだ、サポートできてるんだ。何をサポートしてか分かんないですけど、幹部のカバン持ったりするんじゃないの。飲みに行って、何食べて、何なんですか。何なんですか、ね、教えてください。何、何なんすか。ご飯屋さん行った時に何食べたいか注文注文取るみたいな。ただのパシーじゃないですか。ただのパシーじゃないですか。幹部さんの注文は出前とかね、幹部のスケジュール確認とか、はい、そうだね。幹部さんも幹部会出るよ。これ聞いて、これ聞いてどうするの。それ聞いて、何に使うの、何に使うの。怖いよ。怖いな。やめてやめて。出るから大丈夫。ちゃんと出ますよ、幹部さん。出るよ。ちょ、幹部なの。なんか、今日も原始人ネタが多いですね。うん、セクシーだし、エロいし、完璧ですね。ありがとうございます。今日は、イケイケだ。よいしょ。俺、ドールに見えないと思ったら、ドス、あれ、予約したんだ、なくて、在庫は。今度出すと。うん。ありがとう。目悪いから、おじいちゃん。男性ホルモンないわ。男性ホルモン。ちょっと、本当に今日、前返し。本当にね、今日何にも考えてない。何にも考えてないよ。どうしよう。はい、なんか、やって。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ご覧のスポンサーというか、ご覧の番組スポンサー何回も登場する。いや、イケイケで行きたいんですけどね。イケイケで行きたいんだけど、イケイケで行きたいんだけど、ね、調子こきすぎるとね、叩かれるからね。どうする。あ、押さえとくわ。ちょっとめっちゃ寒いっす、クーラー。これ、ガチクーラーじゃないですか。前回の放送がちょっとな、はい、なんでクーラーなんですか。死んじゃいますよ。前回の放送、俺見たけど、イライラしたね。前回何したの。俺の似顔絵描いてた。あー、うん、YouTube で見たコウ君は上手かった、すごい。いや、コウはめっちゃ上手い。後のやつ、ね、みんな適当だ。これ、絵下手だけど描いていい？描きますか。暇だから。
こっち向いてちょっと一緒。右端の人のふくらはぎが気になるって、なんだよ。ふくらはぎってどうする？え？ふくらはぎってどうする？まず、これ V。お、これ。うん。朝日ナッシーは今日出ないよ。すいません。今日はデリーの、長官部を。そうなんです。あのちょっとニコ生だとこんな感じだけど、お店ではこんな感じじゃないから、もっとイケイケガンガンだけど、今日はちょっとね、はいはい、今日はね、まったり系で、ちょっと今日はあのまったり系でいこうかな。ダサいためにちゃんと怒っといてよ。絵うまいけど俺じゃねえから、ちゃんと言っといてよ。いやでもちゃんと見てくれる人いるんですね。嬉しいっすね。でも見てくれる人いるけど、初回に来た人はいない。見て、初回でレバケンって言って9時まで無料でしょ。電話誰もいねえぞ。はい、似てる。似てないね。それは悪意があるぞ。俺絵下手なんだよ。悪意いただきましたね。悪意いただきました。俺絵下手なんだよ。みんなやりますか。書くの？追い書きしようか。追い書き、ひどいね。似顔絵だいぶひどいよ。皆さん、はい、あ、俺下手だからいいや。いや、レンヤさんの顔の方で、うん、いや、書かなくていいよ、もう顔がしようよ、彼は。 いっぱい、ほら、コメントもらってるじゃん。リュウが喋ったやつ、絵なんていらないよ。いや、今、絵で喋れば、絵で会話する男や。今日は、ちゃんとうまく描きます。え、てか、さ、本当にレバ系で頼む。俺が絵も描いちゃったから、みんな描いて、俺喋ってるね、みんなと。コメント、サラボさん、何ですよ、レイヤーの絵描く。そう、アンド、ルカの来るの待ってる。レイヤーさん何ですよ、レイヤーさん。何かね、レイヤーさんの子。いや、いいよ、描き大会。いや、つまんない、そんな。今だけその客つまんない。で、ルカホルモン受診中。これホルモン受診中で、お題出してもらいます。お題出してもらいますよ。第一、若返ったね、若作り。俺25なの今だけど、25度くるって言われるから、そう、あれした、髪切った。第一ホルモン受診中、キミフ。誰が画伯？え、ミクとレイヤとリュウガがレイヤの似顔絵描いてる。何か食べた？中本さっき行ってきたよ。23、2月で23、店に来いよ。若い若い、あけみも見てるわよ。あけみ、店に来いよ。これレオがいないからね、はい、うん。大地は店で誰が仲いいの？一人ぼっち。海だ。はーい、白波みく。あのさ、コメント拾ってって言われに、なんかあの質問とかなんか返しやすいのにしんすぎて。腹痛い、うんこ行こう。海の人は白波みくだね。うん、一人ぼっち、行く行く、わら。わらわらわらだ、ああ、いや俺の方がお前何、そのほくろついてないよ。これゴスペラーズの人じゃん。ゴスペラーズの人じゃん、それ。ちょっと今日はうまくかけたかな。いや俺の方が似てるっしょ、これ。ほらほらほら、これゴス、それゴスペラーズの人じゃん。丹麗の坊や、丹麗の坊や。第一は今月給料いくら？83,000円。ゴスペラーズしてる。おいおい、ビデオ言うなよ。 NG コメントです。大地は彼女何人いる？100から席は覚えてない。微妙言わない。10人もっといるわ、バカ。微妙、金梅から。金梅？金梅だよ、横浜金梅。いやいや、金梅、皆さん本営？うん、はい、うん、本営しかうちできない。できません。本営しかうちできない。 OK です、正解。ひどい。そのまま、ひどいって。あとどんどんコメントちょうだい。もう飲み直しした瞬間から本演始まってるから。早い早めのね。ここですでに始まってる。うん、始まってる。もう今始まってる。ホスマス見て連絡した時点から本演したのね。何も知らないよ、本演する。でもほら、お店来ない子もういるからね、いっぱい。そうっすね。なんかね、ゼログループはホスグループの最終地点らしいから、なんかもうそろそろ落ち着こうって人いいかもね。知らんけど、指名するやつ次第なんだよね。まあまあまあ、そうですけどね、うん、まあ光栄、光栄店だ。ちなみに僕は同伴も負担もしないんで、その人に出ますよね、あとね、うん、そうっすね。誘ってもしてくんない、お客さん。いや、さ、お客さん。
やべ、倒れちゃう倒れちゃう自由だな、今日今日はもうフリーダムね。15分で1000だから、まあ今4000ペースだね。そうっす、うん、15分で1000超えだからラフター行く人はこの中で誰、みんな行きません。コックいないとちょっとこんなぐだる感じ。てか誰、そういう話いいやもん、見せるしよそうなんだよ。え、あー惜しい。この放送がどう、うん、この放送、違う違う、何してくれるの、この放送でこういう話はだるいから、そういう話は見せるしよっていう。見せるしよ。あ、ごめん、見せるしよ。発表したねんやね、書いた、いやえ、何書いてた、ハワイね、12日から行ってきます。夕方、はい、夕方ぐらい一緒ですかな、夜かな、何時間、いつ帰ってくるんですか。16日ですね。16日帰ってきます。早くハワイから帰ってきてって、早く帰ってきても会うかどうかわかんないじゃあ行かないでお前と会うかどうかは別なんです。会わないから大丈夫。甘えたなのは誰、甘えたって、甘えたって、甘えた、甘えたって言いますか、甘えた、もうコメント雑だよ甘えた昔のクリスマスデートでキュンとしたことはもう若い時から仕事でした。クリスマスでデートしたことないな。俺もない。クリスマスございません。ないわ。でもクリスマスね、わざわざクリスマスじゃなくてもいいけどね。クリスマス何がしたいんですかね、結局ね。気になるんですよ、セックスこれが本当のホワイトクリスマス試合してないよ、パジャマだよ冗談なんで。ちょそれはちょっとね、面白い。え、もう一回、もう一回言って、クリスマス結局何がしたいんですかね。倍返しちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、バーカ。12日ね、12日から行って16日に帰ってきます。12から16の4日間ですか。3泊5日って言ってた。で、17日から営業です。はい、ただレバケンって初回のキャッシャーで言ってくれれば9時まで無料なんだけどね、初回。まあ、でも忙しいから入れないかな。もうやめちゃうよ、そのキャンペーンやめよっか。はい、キャッシュアリー早く初回来ないと。今日1回やって、それで来なかったらもうレバケン終了、終了にしよう。ちなみにレバケンはコーナーだな、だから来てないですもんな。来てないね、まあ、初回なんですけど、お父さんの初回しか来ない。ニコ玉見てレバケンって、そう、レバケン言ってほしい。知っててもさ言えないね、で言いづらい。ただコメントとかね、なんか、あ、私絶対初回行く、なんか ありましたね、その方に。今度絶対初回行くからみたいに言っても、あのニコ生から来ましたっていう初回一個もないから。ないね。で、また初回から始めていいの。それダメだね。いいけど誰もつかんねえよニコ生見てるって多分言いづらいかもしんないけど、でも俺たちからしてすごい嬉しいっすよ、やっぱり。さっきのはめっちゃ嬉しい。何言われてたって言ってたのにって、やっぱお店によるのかな。え、でも全然言ってほしいんだけどね。なんなら9時まで初回無料だからね。あ、質問あるよ。お金かかんないよね。この中で M はだって俺、LL M より楽な、あれ、M がいい。俺ド M だよ。ド M なの。オラオラそうとか言われるけど。言わないで行くスパイいるよね。あ、いるかもね、もしかしたら。そういう子も絶対いるね。言わないで行くスパイ、それ何に対してのスパイなんだろう。ミックが振っておいたから知られたの。この間は誰に報告するの。ごめんなさい、スパイってさ、今日飲めなさすぎてやばい。さっき終電前にちょっと寝ちゃってた、本当に。それほどやばい。ド M スパイ。女の子ってド M 嬉しいですかね。女の子にとっては男の M。 あ、そうそうそう、まあ、その女によるじゃん。あ、でも男の M って気持ち悪いでしょ。でも勘違いの S も違うもん。すごい、普通で本音いっちゃった。ド M とスパイ合体して、ド M スパイになっちゃった。ド M スパイ、苦しめられたい願望。ろうそく垂らされたから。なんかさ、もっとコメント面白かったよね、昔。苦しめちゃえばいい。俺らが適当になるとコメントも適当になるの。いや、そんなこと怖いね。ちゃんとやろう。ねえ、慣れって怖いね。
ちゃんとやろう。すいません、本当に今日なんかちょっとすごい、いつもはうるさい人たちが、うん、今日めっちゃ静かだな。首締めは興味ないけど、締めてやってんだら締めたい。ちゃんと言っててお前たち。ちゃんと言ってて、申し訳ない。いやー、濡れただろ。結構、普通の従業員が正直言ったらちょっと多いっす、今日。俺はもうやばいっす。二日酔い、病み上がり。みんなあれじゃん。みんな病気じゃん。ルカは普通？ルカは、あれどこ行っちゃったんだろう。ルカさ、まあ。ルカ眠いって言ってたな。あ、そう、寝てないって言ってた。うん、じゃあ寝てんじゃん。まあ来るでしょ。まあいつもやばいよね、俺たちは。毎日おっぱいだよ。今日はいろんな意味でやばい。違う、イケメンすぎてやばいんでしょ。原神量じゃないから大丈夫。めっちゃ質問してる。ああ、量じゃないよ。やっぱ本当に、で、なんか出て思うんですけど、レイヤーさんとレオのコメントのニュースリーズが本当に。アケミ見てるか、アケミ。アケミ。おい。アケミ。アケミ。アケミ。見てる。お前いてるから。まだ会ったことねえからな、ケミ。はい、ガヤフィーと遊んでない。全国のアケミ、ベリーに待ってます。バケミ、タケミ、なんでパケミって。パケ放題みたいな感じ。パケミ。パケミさん。パケミだね。パケ放題だね。パケミさん。パケミさん。引っ張るぞお前この野郎。すいませんでした。じゃあちょっとね、じゃあいつもの困った時のアンケートやる。困った時は、いやアンケートつまんないね。だって画面消えちゃうもん俺たち。それかスカイプで話すよ誰かと。誰かなんかテレビ顔を見して、顔見て歌喋りたいね。それスカイプやってる人いる？スカイプやってる人いないの？スカイプ面白そう。顔出してる顔。スカイプ俺らと一人だけできるんだ。できるんだ。テレビ電話みたいな感じも分かりやすく言うと、すごい。だから言ったらレディーってついてるのが全員幹部みたいなね、うん、なかなかないよ。どうやってスカイプ、え、本当にできる。スカイプ出す。ウィキペディアでスカイプやれ。スカイプ出すよ。スカイプ出せねえなったらお前レディー来てお前チャンネル思うよな。まずスマホとかで見てるやつは諦めましょう。写メ送って、写メどんどんこちらの宛先に募集してますよ。え、どうやって送るの？すごいな。あー、面白い。だからテレビ電話みたいな感じよ。ポンポン。まあいいや、 LINE 通話もあるし。 LINE やりたいやつ。わざわざこんなとこに公開処刑もしたくないもんね。顔出してるやつ。そうね、確かに。公開処刑、公開処刑。うん、ってことは2チャンネル。俺らもう常に、うん、俺らもうこの時点で公開処刑だから。本当だ。無理じゃねえかよ。俺もだっていたずら書きのコメントあったら多分相当大変なコメントしかないと。今優しいコメントばっかりだけど。2チャンホクラブとかと一緒でしょ。俺もうやばいよこれ。ありがとうございます、優しくしてくれて嬉しいでございます。長澤まさみってどっかで出てきたの誰？まあ、いきなり出てきましたね。何、長澤まさみ。長澤まさみ最近出てないですね。なんであそこ出てきたの？長澤まさみ好きって、お前の興味は知らねえっつんだろ。誰だよ今日。何する？何しますか？逆に何してほしいですか？逆にこれ続ける？じゃあもう帰ろうか。帰ろうか。終了っつって。でもさ、ここタバコ吸えないからね。そうだね。そうだ、ちょっと吸いたいとこですけど。お酒飲めてご飯食べてタバコ吸えたらね、半日ぐらいやってもいいけどね。ちょっと今日すごく龍がすごい静かで、明美より好きなのとか言ったら。じゃあさ、あのさ、まださ、ルカ来てないからさ、多分後に来るからさ、ドッキリしようか。あ、ドッキリ。なんか何ドッキリ？例えば、ルカが入ってきたら俺らもうみんなパンツみたいな。やんないけど、例えばね。そういう感じのドッキリ。くだらないやつ。あ、ドッキリって難しいよね。何が入るの？ドッキリで今日はテキーラパーティーだから俺らテキーラ飲んでるから。いや、絶対冗談みたいな俺ら。う
今や嫌だわ。何がいいかね、ドッキリね。代表ドッキリ。むしろ来んの。ドッキリで準備してこうから。なんかこなそうな気がしてきたんだ、この時間で。寝てる気がする。ちょっと心配や。まあいいや。言ったんだけど。ドッキリね。ドッキリ何がいいかね。でもヒーローは最後に登場するからね。そう、ルカのグラスにビールとテキーラ。うわ。あれか、ビールと下町のナポレオン。ビーチかー。でもこれうちらのじゃないから、うちらのじゃないから怒られちゃうよ。後ろ見て、ちょっと怖かった。後ろ。レイヤーさんなんだい。いや、お店来たらしい。うちはガッキー似てるって言われる。ガッキーすごいな。来たんだ。ごめん。あ、来た。ドッキリが。ああ。ドッキリが終わった。今もうルカの悪口ばっかり炎上してるよ。ここコメントやばいよ。コメント炎上っすよ。やばいやばい。怒ってる、怒ってる。視聴者すごい怒ってる、やばい。マジでやばい。ドーン。ルカさん、ちょっと、はいはい、ごめんね。あ、すみません。ルカさんいない間にちょっとドッキリ仕掛けたんですけど、何だかわかります？なになに？ポリ？いや。実はルカの、本当ごめんね皆さん。いや、ルカのルカの後ろに、え、何にもない。何もないんか。じゃあトマトは通せよ。 CM ルカさん、来たばっかだよ。あ、そういう時。あ、ゆれり、え、いや、さあ来たばっかだけど、じゃあ今夜もAre you ready? 最高級に楽しむ準備ができた。コロテロリッタ。プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。これはそういう手のタイプはちょっと、もう毎日それが嫌で、今日もちょっと持ってきたんですけど、ダメなんですよ。これ飲めるんですか？ラフランスやん。え、これ、はい、ほぼゼロじゃないですか、これ。これすごいわ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。じゃあ、リュウが俺がアイス入れてあげるね。バン、レイヤーも入れてあげる、アイス。やったー。ルカも最初のでも俺たち、アイス入れてあげる。優しい。アイス入れてあげる。最初の俺らのインターネット。あ、ここのアイスか。出だしやってるじゃん、こうやってみんなのこうやって。これ、あれじゃん。ラムネの上の部分。じゃあ。さあ、じゃあ任せてくださいよ。お自己紹介、とりあえずは。はい、クラブレディの代表のルカです。イエーイ、やったー。すいません、遅れてごめんなさい。はい、今日この幹部集合で放送しますけど、30分ぐだってました。あ、ぐだってたんだ。ぐだってました、ね、あって、そのちょっとのモニター見てたらぐだってたもん。ぐだりぐだり。さあ、MC がありますよ。いちゃえ、ナウ。ふぅ、リュウガ君、あー、かわいい。
行かないでそこに行って行くなら私ハワイの話さ、うん、来週番組休んで、あ、はいはいはい、っていう話はしましたね。そう、ボーイも出る、はい、ボーイも出るってことで、そう、ボーイ出るんで来週の土曜日はあのうちの大ちゃんっていうこっち、また違う大地のボーイさんがやってくれるんで、よよ、そうね、もうハワイ行ったらもうあんなことやこんなことをね、ハワイって過ごすよ、ちゃうんじゃない？一緒に来ればいいじゃん。じゃあいいよ、12日から一緒に飛行機に来い。あ、そう、もうね、ハワイでね、みんなで行こう、飛行機はチャンネルの方よ。ハワイ、音声で飲みよ、金かかんないと思うからいいと思うよ。ハワイ行こうよ、ハワイ、ハワイ回転したばかりなのに、ね、乾杯してください。ゼログループは、乾杯は、乾杯、乾杯、乾杯。ハワイから中継したいけどね、お願いします。一緒に行こうじゃん、ハワイね、そう、一緒のハワイ行こう。なんか俺もね、その家族とハワイとかよく行ってたんですけど、あの、本当に彼女とかプライベートは行って一回も行ったことないから、いつか行ってみたいなっていうのめっちゃあるからねって思うよ。好きなこと言ってみたいなってハワイは。え、終わり大丈夫俺今日家族であるわけだ。ダメ、飲めなかった、飲めないね。え、ネズミまさかもう言いたくないよ。あれも良すぎちゃった。まあ、ネズミもカムだからね。生発表して MC はこたしますよ。細すみろ、細すみろ。ほんとだ、細すみろ。細すみも知らないのか。細すみてよ。細すみて。開けみていこうよ。細すみて。細すみよ。すいません、細すみてください。お願いします。ルカシア、何ルカシア、ルカシア、オカシアみたいな。そう、ルカシアって何？ルカシアって何の？アカシアみたいなね。は、俺は歯は出てねえぞって。ちーだだー。今日調子いいね。うんうんうん。ロイヤルハワイアンホテルで店員さんと飲みたい。じゃあそこ来いよ。作成してる？ロイヤルハワイアンホテル来いよ。バイアグラ飲んできた。あー、もうビンビンやぞ。うん。俺 MDMA 飲んできた。危ない、NC は危ない、警察来ちゃう。六本木じゃなくて表参道ヒルズでね。表参道ヒルズでなんかね、推しを学ぶで。俺表参道ヒルズだよ、俺六本木ヒルズじゃない。あ、家がね、家賃高いから。表参道ヒルズで MDMA 飲んで。 MDMA って何？ドラッグ。え、この中で覚醒剤やった人いる？いや、いないね。いたときもいないか。でも多分言わないと思う。言わないですね、そこ。マジですね。起きたら少量だけ摂取してる。あー。ちょっと、はい、ない。ハワイでの動画は撮って、クリスマスイベントで、なんか撮ったなってちょっと思ってます。そう。ハワイで写真撮って、ここで見せるみたいな。あー、それもいいね。写真もいいんじゃない？めんどくさい。でも俺、全部やだー申し訳ないけど、多分遊ばないです、僕。部屋でこもってます。あ、でもハワイってさ、行くって決まった時はテンションぶち上がったけどさ、寸前になるとさ、荷物とかさ、正直、5日間でね、ね、時差とかさ、ちょっとめんどくさ、そうそうそう、ね、いつだってなるとね、めんどくさい。行こうぜって、まだちょっと2ヶ月ぐらい前はね、テンション上がってた。薬はやってません。リュウガ、ダメだよ、お前。ダメだって、リュウガ。ごめんなさい、本当に。あと何よりも、ね、これを見てくれてる人たちに会えなくなっちゃうからね。あ、そう、寂しいよね。それは寂しいですね。すみません、寂しい。ありがとうございます。来週会いたいのに、やった、うん、じゃあ、ミクは残ろうか。いい子にしててね。じゃあ、本当にさ、俺さ、もうニコ生はさ、出たくて出たくて仕方なかったんだよ。うでも、みんなが誘ってくれないから出れなかったんだよね。え、嘘つき、はい、嘘つき。いい、飲ませたら喋れなくなっちゃうから。飲ませないほうがいいから。じゃあ、ダメだ。あらら今日、さよりが出なかったんですかね。あ、ほんと？ MC コーが今日出てないんです。任せてよ、うちの MC って言えばルカじゃん。そうっすね。ね、クリスマスイベント何しようか、ね、サンタの格好が定番で、あ、だから、コスプレ、サンタのコスプレを着てきた子はなんか特典つけてあげるとでもいいよね。コスプレサンタしてきてくれた子には初回無料じゃなくて、何リュウが注意してくれる。駆け足みんなしないです。締めるよ、半額。
あ、シミュレーション2倍。2倍、あ、ち2倍とか、それは違うよ。なんか、なんかあるかな。でも、サンタさん、でもね、サンタもね、格好で欲しい、着てほしいけどね、多分来ない方がいいと思うんですよ。なんか、なんかサンタの格好、あ、でも、まあ、これサンタの格好よりナース服がいいな。そうだね、ナースでいいよ。クリスマス、あ、クリスマス、クリスナースクリスナース、ちょっと危ない、危ない。ナースとかクリスナース体操着とかね。え、これ喋れるね。喋れてる。どうしてんだろう。でもあれこのメンバーで行ったらさ、司会進行へ大ちゃんだもんね。え、いつもは大地だけど、病み上がりだからね。病み上がりだからしょうがない。あの、今日各々みんな病気抱えてるんですよ。あ、そうなんだ。すいません。なんでいや、二日酔い、え、何だっけ。二日酔い、病み上がり。え、淋病、梅毒、グラミジア、これ下痢。これ淋病。淋病だね。淋病、バイト、グラミジア。最後は変わった。淋病、持病で持ってるからね。すぐ淋病だと何かあると。淋病、寂しい病だ。あ、うまい。あ、寂しいか。寂しい。うん、それはガチだ。うん、誰が。そうなの。淋病っていうのは寂しい病みたいな。淋病ってどういう病かわかんないけど。俺もわかんない。わかんないです。だけど、貸して、会いたい。俺絶対、ねんねんの絵の描けるよ。あ、でもね、ありがとう。ルカさんの本気の絵が見れるよ。俺ね、結構絵うまいんだよ。お、これマジか。このモニター見ながらねんねん描くよ。やっぱ何でもやらかい。何でもやらかい。そうなの。ちょっと楽しく行こうよ。もう自由だよ。楽しく行こうよ。はい、ってことで今日も始まりました。イエーイ、イエーイ、イエーイ。今からね、本日からのね、いきなり早めに騎乗で始まりましたけど、すいません、どうも。今日はなんと、2回目ということで、吉本興業幹部集合で、そう、はい、プラス吉本興業の原始人、そう、吉本興業在籍、プラス原始人、八兵衛と申します。どうも、はじめまして。結構ね、月1なんでね、こういう幹部人のということでね、吉本興業からということは、じゃあ、龍河さん、あとの方、春雨スープ、うん、春雨スープ、ポンポンポン、うわー、うまい。よし、うまそう。うまそう。からの今日の龍が2本目。いや1、2、スープ。やばい、失速してる、やばいって。え、もう失速だよ。やばい。まだ。待って、まだ俺本気出してないもん。俺も本気出して終わった。てか、失速とかじゃねえから、とりあえず飲み来いよ。それ、そっからだよ、話は。リュウカってニコ玉で全然ダメなのに、ガチややめとけや。そっからやめとけ、ね、話はそっからだから。なんでリュウがニコ玉だと喋れないの。いやー、もう店だといつも喋ってるの。最初、謙虚キャラアピールでしょ。あー、そういう系だ。謙虚キャラをアピールして店に来て金を使わせようかな、みたいな。あー、やらしいね。まあいいかな。ねえ、よいしょー。え、どう俺の、ね、これ俺が書いた恋愛なんだけど。何これ、どうなんですかね。ハンターハンターの皆さん、どっちが似てますかね。でも絵のテイストが違うよね。あの角度はまあ一緒じゃん。こっちの方は何ですかね、これ僕ですかね。でも俺の方が顔っぽいな、顔です。でも失速してる、まずい。いや、俺アンパンマンの絵なのうまいんだよ。あ、アンパンマンいいっすね。いや、アンパンマンはアンパンマン、あ、キミさん、アンパンマンは本当にうまい。もうやばいね。多分レディー初回来てもつまんないんだろうな、これ多分。すいません、本当に面白いんで、本当に。もう大丈夫、僕ですよ。いや、これ見た人たちは絶対つまんない。本当にすいません。アンパンマン、よいしょ。アンパンマン。面白い。あ、でも、マジか。うんこまー。ポリポリ。アンパンマンから。うんこまー。皆さん、エンジン全開っすね。え、何パンマン描くの？俺、うんこまん描いてる。収集つかねえよ。どうすんだよ。タンネ持ってこいよ、タンネ。アンパンマンでしょ、うんこまんでしょ、ちょっと。マン系行こう。何度かマン系、肉まんとかダメだよ。NG コメント来たら、お前悪口書かれてるよ。すいません。アンパンマンからの、うんこまんからの、
ちんこまー、ちんこはい、もうダメです。これも前返し本当にすいませんでした。ほんとにごめんなさい。勝率下がったね、これね。まとめられるから、こんなもう俺ら、小学生がやってるの。小4、小4勢、小4勢。あー、タバコ吸いねー。ちょっと、画伯が絵描くよ。すいません。さあ、ですね、はいはいはい、アンパンマンの中身は好き直してね。リリーっつったらもうほんとお笑い系、いやジャニーズ系面白いですね。あれさ、あのモデル系とかフラッシーってさ、千葉県船橋市の非公認キャラクターフラッシーってめちゃめちゃ流行ってるの。お笑い系今ブームしてますね。レディーもさレディー多いよ。ねえ、レディーもさ、キャラクター作ろうよ、キャラクター全然多いよ。ねえねえ、ガチでさ、ね、オリジナルグランドオープンに間に合うように、まあ、来年頭から発表できるふなっしーみたいなオリジナルキャラクター。レディーはどうなんだろう。レディーのキャラクターですか。うん、千葉県船橋市の飛行人はあのふなっしーが。ワイワイ系でもあるし、いろんな人がいるよ。どこのお店も一緒だと思います。いろんな人がいると思う。キャラクター可愛いの作ってそれが流行って、うん、で、レディーとかでもストラップとか発売して、うん、まあ、そのお金で俺らがまた社員旅行をいろいろ行って、あー、暑いね、印税的な、暑い、うん、でも、もう人気バッコーンいってアニメとかやっちゃって、ゆかりさん、似合いだ、待ってもう、まあいいや、ごめんなさい。ヒゲ生えんだろうな、だってでも、ルカシアって呼ばれてんの。ヒゲ生える、なんか妖精みたいなね。難しいやなんかあんまりね、難しい。本当に最初ニコ生やるときは絶対にね、あの叩かれるんじゃないかと。うん、あんま叩かれないよね。何それ。何それ。え、気持ち悪い。顔でかっ。ふなっしー、ふなっしーだ。ふなっしー、いくらさ、いくらさ、いくらさ、飛行人キャラクターでもそれはやばいんじゃない。ふなっしー、びっくりした今。何これ、これすごいよ、この子、この子、これん、これほら、鮮明、あれちょっと違うね、なんかびっくりした、これ見たら派手だなと思って。あーすごい派手だね、この子ね、すごいね。なんか、有吉ジャポンでそういうのやってたよ。マンバまた登場したのしあ、ふなっしーが動いてる。かわいい。いや、モノマネ大会やろ。あ、いよいよ。じゃあ、平泉にせえ。どうしようだったそこなんだ。大ちゃんだから、あれかと思う。リッチかと思う。ワクワクしてきた。楽天のマー君。ふと鈴木。林先生、いつやるのって聞いて、いつやるの。いつやるの。なんでそっちに後ろつけないんですよ。こっち映した。龍が、龍が、ほら映る映る映る。龍が、なんかコメントしない、コメントするか、コメントのやつ。モノマネでしょ。モノマネ、リュウかっこいい。リュウかっこいいね。リュウがかっこいいよ。かっこいい。これ締め本数伸びるぞ、これ。ドラえもんかっこいいな。ドラえもん行くよ。3、2、1倍返し。いや、今日やばいね。今日やばいっすね。今日はやばい。今どこなんか、あ、3100、あと15分行くかな、4000行けばいいんだっけ。あ、4000行けばいい。今日あれだね、もう大事な写真めちゃめちゃ少ないね。15分で1000円って感じじゃない。プラス少ねえわ。あと900人のあれで、じゃあ俺らが究極5人で6人。あ、そうか、6人してる。俺携帯充電してるから6人してる。6人してる。ただの自己満。今日もやばいだろ。はっ、いいからミコ入り込め。はっ、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 
あー、CM だって。CM コール、リュウが CM すか。CM コール。じゃあ、こっち、この後で、このちっちゃい方のモニター買ってください。何ですか。CM。 あとはどうですか。 CM。 いや、もういいよ。それでは、皆さん C と M で M 字開脚、バイピー。やられたらやり返す倍返しだ。クラブスコール。なんでクラブスコールに通わなかったんだろう。今日から週3だ。クラブスコール。部下の売り上げは上司の、上司の酒は部下の。ゆうつきグループクラブスコール。ランラン、イエーイ、カモンカモン、フラシー、うんこまん。あ、もうレディのキャラクターうんこまんでいいじゃん。いいね、レディのキャラクターそれにしよう。流行ったりしてね。流行ったりしてね。それ、ちっちゃいモニター。ちっちゃいモニター。ん？ちっちゃいモニターにしてください。あ、変わってる？変わってない？はい。うん。ランラン、イエーイイエーイ、ランラン、カモンカモン。さっきの CM の真似。でどこら辺が真似あったの。いいね、ここイエーイ。いや、かっこいいよ。はい、よっ、イケメン。いいよ、それずっとやってずっとやってよ。やるやる。こうやって、あ、終わっちゃった。もう大丈夫です。あ、終わっちゃった。いや、いつもはこんな適当じゃないんですよ、本当に。よいしょ。リュウがもっとこっちおいでね。あ、そうだよね。よいしょ。あれあれ。MC これもっとこっち向いておいて。嬉しい嬉しい。多分こっち来たの初めてかも。こうやって映ってんの。そうっすね。お金はそっち側にいるから。まあでも本当にね、もうすぐ終わるけど、見てくれてありがとうございます。あー、4000いかないね。あと10分か。嬉しい昔やってるんですよ。違うよ、昔やサンマみたいな。幹部会土曜日きついね。そうなんですね。あと今日はまあね、今日はね、あんまり寝てないかな。バカ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 。本当に寝てないよね。今日はバカ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 ッとバカッとバカ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 ドゥドゥドゥーン。はい、グダグダでーす。グダグダでございます。コーピーないときついのかな。終始グダグダでも、幹部の会はこれでいいんじゃないね。別にゆるい感じでね。あの、普段の俺らみたいなさ、まとまったところで的な普段の俺ら、あの、もう全然、あれだから。あれ、スクール、あの、着ぐるみいくらだったっけ。え、東野があげたやつ。え、2台、変わったんだよ、この間。そう、東野がプレゼントしたの5万で。ぜひ遊びに来てください。だいぶ綺麗になったんだ。そして従業員の方もいっぱい募集してるんで、はい、そこら辺は初回来てよ。初回も指名も大歓迎なんで、はい、あと求人もお願いします。はい、そうだね。して、まあまあ待ってくれよ。初回
9時までだよ、お前キャッシャーでレバ券特製をくれたら初回無料でやらせてもらって痛い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 台本ツーショット A なんですよ、もう一回おちんちん送り割れんや俺ありがとう、どこぶっこんでき私働くよって言っていっぱい営業メールするからローソン、ローソンちゃんと来てんセブンイレブン、これ今ローソンローソンじゃあ時給低いわミニプワフリーいや、せっかく話して書いたのに消されきったよ、こいつミニプワ日本人いるかわいる、ナイス気持ち悪いいやもう名前変えてするってなんか似たようなにしてるアホッシーとかしてるあ、そのため変えたでしょえ、ね、マジっすかいやもう幸せに逃げるってそうねえや、ため息ついたら幸せに逃げるってしてたいやそれだよ、ねえねえほんとね、ほんとねえねえ、ギリギリ聞いてくれ、大丈夫今が俺の前せてないはい、行くよ、はい、ねえ、ため息吐くと幸せに逃げるって言ってたねえ、ため息吐くと幸せに逃げるって知ってた、ね、ため息吐くと幸せに逃げるって知ったで、10万人って言ってもうスキップしないでそう、そうあと俺が言い終わったから言わんねえ、ほんとにため息はダメダメよねダメダメよねダメよねダメダメもうなんかあれだ弁護ゲームみたいなおちんちんもうやばいねこれおちんちんおまめ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 でもこれがなんかレディっぽくていいんじゃないすごい思うよこれ帰ろうかレディっぽいねうんレディっぽいよこれが引っ返したなんかレディっぽくないもんね明日休もういやごめんなさい、本当に今日4000人いたら明日点検しようか行かないです明日休もじゃあやめたどうもでもでも明日行ったら点検だね明日店で月曜休みで火水営業でじゃあ水曜日はお別れイベントだねハワイ行ってきますイベントしようねっ、ね、カレー作ってきてわかったお前やっぱり、お前うんこまん俺のやん何や悲しい3で飲みたいから待ってるかわいいめっちゃかわいいおちんちん誰だよそれ今3750だよね頑張れ頑張れファイトファイトいい感じ、はい、いい感じ映ってんのこれあらおちんちんん今の気分だねマジで負けたよやばい、俺だけだ面白いいや、でもハワイ行きたくないな視聴者の姫様たちと会えないから行きたくないよ何行きたくないよあーごめんごめんごめん会えないからみんなに俺はみんなに会いたいおでもすごい3800あ、ほんとにありがとうございますあと5分で200いけるかな無理かな行かないかな行け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 お願いみんなお願いチンコチンコだって遅刻式人いいと思うのオープニングもうこの時代紹介してるすごいか検索だって怖くないから大丈夫だよ会えないでおかしくない消化生きてああれはあのレバケンみたいなああもうレバケン言った、うん、レバケン紹介でレバケン紹介キャッシャーでレバケン言ったら紹介でも実際に知ってても言わねえじゃないかっていうでもそれは絶対言ってくんないとあの初回でのトークに困るから言ってくれた方が助かる言ってほしいよねレバケンだよおいおい無料初回で無言でブランデーいっぱい飲まされるより言ってくれた方が助かるうな
メインついにドロドロバージョン。パパなお。言ってねちゃんと。今まで女の子にしたひどいこと、俺はね、ピコピコハンマーで6時間ぐらい叩き続けた。地味だね。みんな可愛いね。あったあった、女の子にしたひどいこと。何日？レイプ。今ので、まあ、今の面白いわ、放送禁止です。今の面白いカットお願いします。じゃあ俺もレイプした。じゃあ俺もレイプした。俺もレイプした。ゴミです。どうもゴミですよ。雑草魂が良すぎます。他の番組ってさ、どんな会話するんだろうね。知らないけど、俺ら多分中学生レベルだよ、これ。特にもうね、どっちかにミコママのルールって知らない、俺。俺らが右抜けば、右抜くんだよ。え、チンコ出さなかったら、ね、セーフじゃない。あ、4戦いく。いく、うん、あ、あと32人。お、いけいけ、4戦いけ。お、でもここで5人いけるからね。あ、確かにね。でもなんかメールアドレスの歌に出てるの大変だったよ。あ、最初でしょ。そうそうそう。もうすぐ、あ、俺パソコンもあるから俺だけでダイヤで。いやいやいや、カメラの姫さん。あ、じゃあ今までに女の子にした一番優しいこと、なみつさんあるみたいで。さあさあ、2211、あいよ。一番優しくしたことは、はい、レイプ。もうダメ、もうカットカットカット、もうカットで。ほんとさ、いや真面目にさ、そのね、コメントに教えてるわけだしさ。そうですね。ちゃんと、じゃあルカさん一番今まで優しい、いや、これからしてみたいこと、結構女の子としてあげたいこと、してあげたいこと、してあげたいこと、そうですね、してあげたいこと。321、あよレイプ。もういい、もういいよ、もうアクセスしなくていいや、すいませんでしょ。すいません。もうダメだね、これ、すいません、もう。じゃあ、真面目にね、真面目に言おう。真面目に。まあまあ、こんだけ言うから、やっぱ恋愛ガチでこの質問答えなよ。そうだね。最後。今まで、似てるでしょ。女の子にした、してあげたこと。してあげたこと、してあげたこと。今までしてあげたことだよ。何？いく。長いじゃん。ごめん、カットね。カットカットとかやります。でも4戦いった。やった。ありがとうございます。本当にありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。こんな番組になる。よし、じゃあちょっと早いけど終わり。おしまい。おしまい。おお、終わり。おお、ありがとう。みんなで。お。ああ。ああ。みんな仲良くやってます。みんな仲良くやってるんで、お願いします。こいつも本当に。あ、やばいやばい、リュウがリュウが来週はお休みなんで、来週はお休みお願いします。わあ、バイバイ、ありがとう。おちんちん、見てくれてありがとう。おちんちん、おばんちょ、おちんちん。この番組はドランのスポンサー